アルカギ修道院にあるベネツヤアバロック様式の聖堂。900ドラクマ紙幣の裏面にはこの聖堂のファサードが印刷されていた。アルカギ修道院内の聖堂内部、イコノスタシスが映っている。アルカギ修道院は16世紀に建てられた聖教会の修道院。クレタ島内のレティムノから南東に23キロのところに位置している。 1866年から1869年にかけてのクレタ放棄とその際に行われた集団自決で有名である。900ドラクマ紙幣の裏面にはアルカディ修道院の聖堂のファサードが印刷されていた。流血を伴うクレタ人の反乱が頻繁に起きていたにもかかわらず、1800年代までオスマン帝国がクレタ島を2世紀以上占領していた。 島の中央部に位置することと戦略上の要衝にあったことから、アルカディ修道院は反乱軍の司令部となった。修道院には259人の反乱軍兵士がおり、12人から16人の革命委員会のメンバーがいた。これら反乱軍と革命団のリーダーたちに加えて、オスマン帝国から逃れて保護を求める近隣集落の非武装の婦助士も修道院内にいた。 1866年11月8日、修道院は30門の大砲を備えた15000人のオスマン軍に包囲された。オスマン軍の司令官は、天院ガブリール・マリナキスに、降伏か修道院の破壊かを選ばせる最後通帳を送った。この最後通帳は、反乱軍の発砲によって答えられた。数日間の戦いの後、 修道院の壁は薄く軽かったため突破された。オスマン軍は修道院内に侵入し反乱軍と戦った。不助士はオスマン軍に降伏するよりは集団自決することを選んで火薬庫に逃げた。コンスタンディノス・ギアムプダキスは火薬庫の爆発を引き起こし、これにより700人の不助士と数百人のトルコ兵の命が失われた。画像参照ページ。 弾痕と900ドラクマ紙幣、ありがとうございます。